こんにちは、サオリシャンティテレビのサオリです。今日は前回の動画で紹介したグラノーラを使ってチョコレートグラノーラバーを紹介します。食感がすごくザックザクですごく美味しいです。ハト麦やもち麦も使っていて食物繊維もたっぷりです。すごく体にいいお菓子です。このチャンネルではアレルギーがある方でも食べられる料理やお菓子、体にいい料理を紹介しています。では作っていきます。材料は前回の動画で紹介したグラノーラに、もち麦フレーク、いっただけのハト麦にチョコレートをまぶしていきます。もち麦フレークといったハト麦はジュピターというお店で買いました。チョコレートは湯煎して溶かしておきます。プルーンがあったのでプルーンも入れてみました。湯煎したチョコレートに材料を全部入れて混ぜていきます。型や好きな容器に入れていきます。入れたらスプーンなどで押し固めていきます。冷蔵庫で2時間ほど冷やしたら好きな大きさに切ってチョコレートバーの完成です。今回チョコレートはカカオ 73% のダークチョコレートを使用しました。チョコレートの種類によっても甘さを調節できます。ザックザク食感が癖になるすごく美味しいチョコレートバーです。食物繊維やビタミン、ミネラルがとても豊富で栄養満点のチョコレートバーです。すごくおすすめです。料理はここまでです。ここからはシャンティーコーナーです。私が実践していることや素敵だなと思ったことをシェアしています。今回も神様は小学5年生の本の中からすみれちゃんの言葉を紹介します。今回のテーマは下から見ると上り坂、上から見ると下り坂です。すみれちゃんの言葉をそのまま紹介します。下から見ると辛い上り坂、でも上から見ると楽な下り坂。人間も一緒だ。見た角度が違うだけで全くの別人に見えるかもしれない。だから本当にその人を知りたいなら違う角度から見ないとその人の全部はわからない。以上がすみれちゃんの言葉です。本当にそうですよね。見る角度によって相手のことが全然違うように見えたりすることがありますよね。いろいろなことをいろいろな目線で見るようにしていこうと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。